これはいいよ、これちょっと興奮しちゃうな、これ。うわ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 、どうですかこれ、どうすかこれ、うわこれ、あらららら、どれから行く、これ、これすごいわ。餃子行こうか、餃子、今日も大行列でしたよ。あ、そういうことか。唐揚げでございます、サーです。うん、串カツでございます。うん、うん、これでいいでしょ。他にでこのナスから弁当のナス、うん、これはもちろん、はい、どうも、楽しい美味しいご飯の時間ですよ。今日はですね、またまたやってきております、やってきちゃいました、早稲田の弁当屋さんです。早稲田の弁当屋さん、食べましたね、おすすめのナスから弁当、そしてドカ弁食べました。次はね、パワー弁当じゃなくて、その一段前の豪華なやつの早稲田弁当ですね、早稲田弁当をいただいていきたいと思うんですけど、今日風が強い、風が強くて涼しいような、ジメッとジトッとしてるような、でもまあ弁当日和と言ってもいいでしょうね、そういう風に思って思います。今日は早稲田弁当でいきます。今日もめちゃめちゃ楽しみが続いています。はい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 、ということで買ってきました、早稲田弁当。でかいでかい、まだ開けてないけど、弁当箱がめちゃめちゃでかいっす。で、今までのあのドカ弁より重いよ。名前としてはさ、ドカ弁がドカってなってて、あだーっと思ったけど、これこっちの方がでかいですよ。ほら、まだ開けてないっす。めちゃめちゃ楽しみ。ただカバンの中に入れてきたもんだから、ちょっとスーパってってね、これスーパってって汁がこぼれてて、汁してて、うわすごいじゃない、あらまあ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これはいいよ、これはいいよ、これちょっと興奮しちゃうな、これ。うわ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 、どうですかこれ、どうすかこれ、うわこれ、あらららら、あら、あいいね、あーもうちょっと下げるかな、もうちょっと下げようかな、まあいいか、ちょっと待って、いやいやいや、楽しみです、早稲田弁当でございます。醤油とソースはいらないかもな、あーちょっとティッシュ出そう、汁がしてるんで、あ、ティッシュもらったんだっけ、送る途中歩いてたらもらったんですよ、ティッシュね、こういうのはありがたくいただかないと。資格の学校、ティッシュいただきました、ありがとうございます。資格を取るあの予定は今のところありません、ございませんが、ティッシュはありがたく使わせていただきます。で、いただいたんで一応あの出しておきます、ありがとうございますね。ティッシュだけもらって何もしないで、そりゃね、何もしなくてダメでしょ、そういうのはって思って今思って、いやいや、楽しみだ、楽しみだ、大丈夫です、もう開けてちょっとだけ飲んじゃいました。いや、風がね強くて、雨がちょっと降ったり降らなかったりとかして、いただきますしたか忘れたから、もう一回改めましていただきます。めちゃめちゃ美味しそうじゃない、ナスも入ってる、唐揚げも入ってる、串カツかい、これ、餃子も入ってる、あー、ポテトサラダも入ってる。ミスター健康島ですから、サラダからいきます、あれです、このサラダは相変わらずイオン、マイバスケットじゃなかったね、イオンだったね、買ってきました。これがかなり優秀だと思ってます。うん、まあいいね、お値段的にも大丈夫か、風強いぞ、お値段的にも気に入っております。ボリュームも、ひじきも入ったら、あ、箸の袋が、
その味が入ってるか。ダメよ飛んでったらね。風がなかなか。で一回はこの公園気に入ってて、最近何回か食べてますけどここで。一回はこの一番上のてっぺんのこの高台みたいになってる。そうだ、ここで高くなってる。ここで食べてみたいなって思ってて、やっと来れましたよ。最高。今までで一番人少ないかな。天気がこれだからだろうね。もう梅雨入りですか。もう梅雨入りですかね。こっからはなかなか厳しくなってくるんでしょうね。風が強いから声があんまり聞こえてない可能性あります。鳩が寄ってきました。ないよ、あんたらに食べさせるものがないの。ごめん、嫌いじゃないよ、嫌いじゃないんだよ僕は。でもあげちゃいけないってことになってるから。猫にしてもそう。猫ね、好きですよ、大好きなんだけどさ。野生っていうか野良っていうかの猫にご飯あげたら、お前はどういうつもりでやってんだと。去勢手術したりとかそういう面倒見てるのかと。無責任だぞっていう話にもなっちゃうし、あげなかったら動物に優しくない。これは難しいとこですよ。難しいっていうか何をやってもっていうことなの。猫好きなのよ、動物好きなの。本当に鳩とか鳥とかだって見てる分大丈夫かい、大丈夫かい、好きなの。でも何かあげると問題になっちゃうからね。風強いな。ちょっと本当危険だな。うわうわうわ、まだ弁当までたどり着いてないのに。うわうわなんでしたっけ、そういう話。難しいですねってことで。鳩が美味しかった記憶はありますよ、うん、どんな味かは覚えてないけどね、美味しかった記憶がある。島に暮らしてる時、ちびっこの頃です。隣に住んでるおじさんと捕まえてね、鳩をキジバトだったはずよ。美味しかったっちゅうのは記憶あるけど。また来た。また来た、また来た。うわ、どんどん来た、どんどん。味は覚えてないです。まだ大丈夫だった頃でしょ。そういうことしてもね。今はもう鳥獣保護法かなんか知んないけど、いろいろあってダメでしょうけど。それに都会の鳩を食べたいと思わないな。この都会の鳩たちをあんま美味しそうと思わないし、まあ、食べたら美味しいのかもしれないけど。セミはこっち出てきて20代前半の頃か食べてみたけど、アブラゼミかミンミン、アブラゼミだったかな、あれは。やっぱクマゼミと比べるともう全然だったもんね。弱かった。肉の量も違うし、まあ、クマゼミでっかいからな。
もうそれから一回もセミ食べてないですもんね。やっぱセミはクマゼミに限る。そう思ってからもう見たことないじゃない、こっちですクマゼミは。まずなんもないって分かってどっか行きました。ちょっとずつ、まあ、言葉のように足で押さえとくか。足で、よっしゃ。いや素晴らしいな本当に。じゃあもう一回ね、もう一回今度は逆で見ますか。はい、うわうわうわ、こっちの方ができりゃいいのか。うわ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 、ああいいねいいね、最高だねこれ。早稲田弁当いただきます。どれから行く。これすごいわ。餃子行こうか。餃子、今日も大行列でしたよ。大行列でしたよ。あ、そういうことか。おいしい。そういうことなんだ。あ、納得だわ。おいしい。那須から弁当おすすめしていただいて、見て、行から弁当、週から弁当だんじゃんあったんですよ。そういうことだ。これは確かに、確かにいいです。唐揚げと一緒にそっちのメニューに入ってくるっていうあれが分かる。でこの那須から弁当の那須、これはもちろん、これはもちろんです。あの米の量も結構多いな。あーいいね。しかしこの早稲田っちゅう町はあのやっぱ学生さんが多いっていうのもだろうけど、昼時行列してる店が多い。どんぶり屋さんなのか、あのラーメン屋さんなのか、そういうのもあるし、結構お客さんやっぱ入ってますよ。でこれこの間食べたやつ同じでしょ。卵焼き、オムレツ、中身も入って、おいしいね。ああいいね。あのでこうやって行列とか満杯のお店ももちろんありますけど、キッチンカーが出ておって、ごめんなさい、僕が見たほんの一瞬30秒1分1分半ぐらいの間ですけど、そのキッチンカーはの方々はちょっと苦戦しておられたな。やっぱいい店が多いからな、新たに出てきて戦うのは厳しいんでしょうね。はい、唐揚げでございます。さあ出す。うん、あのいつもの唐揚げいいね。味しっかり。
美味しいな。カラッと晴れてる日の外弁当もいいけど、こんぐらいもいいですよ。このナスは本当美味しいな。このお弁当屋さんはもちろん男子だ、男が多いけど2割ぐらいは女性も、学生がほとんど。でも僕なんかよりもずっと年上の大先輩60代70代ぐらいのお母さんが一人並ばれてたしね。長くこの町に、町で愛されてるんでしょうね。ちょっと創業何年とか僕知らないですけど、あ、ポテトサラダも美味しいよ。美味しい、ちょうどいいわ、ちょうどいい。これでいいんですよ。あ、串カツです。串カツでございます。うん、うん、これでいいんですよ。うん、おいしいよ。あ、玉ねぎの甘みもいいじゃないの。さらに人減ってきたな。さっき雨が降ったからその時間帯に出ようとしてた人が出なかったんでしょうね。まあ今もちょっと降ってるし、あれ格好なのかな。学校かな。若者の声がするもんな。あ、野球かソフトボール、ソフトボールか。いいな。ソフトボールしたいな。僕も大好きですよ。体動かないだろうけどね、やったら。やっても、でもやりたいな久しぶりに。いや、ちょっと一回だから、その前に猿渡さんにお願いしてキャッチボールとバッティングセンター付き合ってもらおうかな。あれはもう何回も話しますけど、与論高校が18年ぶりに1勝した時の野球部のキャプテンですからね。今でもやってるはずだし、草野球。あら、ちょっと猿渡、あ、待って待って、
うん、ああ降ってきた降ってきた。ちょっと猿渡さんに相談してみます。ティッシュありがとうございました。早稲田の弁当屋の弁当屋さんの早稲田弁当、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃうと。